悲劇のヒロインから一転、芸能人から学ぶ夫婦問題。今回は上原貴子さんと天さん。上原貴子さんといえば1990年代に一世を風靡した音楽グループスピードのメンバーの一人。そんな上原さんは2012年に E.T. キングの天さんと結婚。上原さんが仕事をセーブし、天さんのホームグラウンドの大阪に移り住むなど順風満帆な夫婦生活を送っているかのように思いました。そんな中入ってきた衝撃のニュースが、2014年、夫天さんの当初多くのメディアが上原さんとの収入格差に絶望し、実に至ったのではないかと推察。上原さんは悲劇のヒロインとして取り上げられていました。ところが2017年、天さんの実から3年ほど経った頃、天さんの弟が女性セブンを通じて遺書を公開。ある俳優とのダブル不倫を匂わす内容が書かれていたことから、実の理由は上原さんなのではと、これまでとは一転大バッシングを受けることとなったのです。上原さんは2018年に再婚し、2人の子宝にも恵まれているものの、なんと今年の7月にも2度目の不倫報道があり、大きな話題となりました。浮気癖というのはパートナーの心を傷つける行為で、論理や常識で解決できない厄介なものです。